こんにちは。娘が無事に6ヶ月になりました。おめでとう、ハーフバースデーだね。早いですね。生まれた時2560だったのに、もう今は7キロになりましたね。え、大きくなったね。今のところですね、まあ、大きな病気とか怪我はなく、まあ、風邪も一回ちょっと鼻水がちょこっとね出たかなっていうぐらいで元気に過ごしています。お兄ちゃんがいるのでどうしてもね風邪をもらいやすいかなと思ってヒヤヒヤしているんですけれども、まあ、まだねこれからもっと寒くなっていきますので風邪も流行るし気をつけないといけませんね。6ヶ月になりましたので、まあ、そろそろ離乳食を始めようと思っています。お兄ちゃんの時は5ヶ月かな、その時に始めたんですが、そんなにね早くなくてもいいかなって思うのもあったり、スタートしたらねもう後戻りできませんので、自分がちゃんと準備もできて気合も入っている時にやろうかなと思います。ご飯を食べてる時とかはじーっと見てきたりするし、興味があるのかなとか思ったり、ただ見てるだけなのかもしれないですけれども、そろそろねいいかなという感じになってきました。こういうねお洋服もあのワンピースとタイツだったりセパレートのものもたまに着てますね。まだね腰が座っていないので、やっぱり首が座っててもちょっとどうしてもね脱ぎ着はしにくいです。なのでそんな頻繁にではないですけれども、こういったワンピースとかもちょこちょこ着てね楽しんでいけたらなと思ってます。私の方は産後の抜け毛がちょっと落ち着いて、それと同時に生えてきました。もう細かい毛がねピン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 生えてきていて、だからちょっと頭の形もなんかこう四角くなっちゃうんですけれども、1ヶ月以上抜け続けて、でそれが今やっと落ち着いてきたかなという感じです。前髪はすごく薄くなりましたし、このね後ろの髪の毛は半分ぐらいになったかなっていうような感じなんですけれども、もともと髪が多い私は今ぐらいが嬉しいかなという感じです。でもまあ新しく生えてきたらその髪の毛が強くてあのうねってたりとかして、一人目の時はそうだったんですが、すごく扱いづらくなったので、またこれからそうなると思います。最近はね足を掴んだりするんですよね。今ちょうどね掴んでたんですけれども、足を見つけましたね。あと自分のね手をじーっと見てる時もありますね。そうやってね少しずつ自分の体に気づいていくんだと思います。手を口に入れることも多いので歯固めを持たせたりもしているんですが、まだちょっとそんなにうまくね噛めませんね。私が仕事を始めているということもあって、母乳とミルクと両方です。母乳を続けられているおかげで寝かしつけがもういらないというか、本当に楽させてもらってます。一人目の時母乳があまりうまくいかなかったので、このぐらいの時期の時は寝かしつけの時もこう抱っこで寝かしつけていたんですけれども、今は母乳がうまくいってることもあってこう飲みながら寝てくれるんですよね。夜中もだいたい2回ぐらい起きますかね。またちょっと起きるようになっちゃいました。朝までね寝てくれてびっくりしていた時もあったんですが、最近はそういうことがなくなって2時3時ぐらいに1回で、また4時か5時ぐらいにもう1回起きて足をバタバタさせるので、その時もパッと、おっぱいを加えさせてっていう感じです。途中で起こされてはいるんですけれども、そこまでしんどくないですね。これがね間でやっぱり起きてミルク作ってっていう感じになると、こっちも時間もかかって目が覚めてしまいますけれども、そこはもう本当に母乳のおかげという感じで今のところは助かっています。いつかはねこれ終わっちゃいますからね、その時に頑張らないとね。普段この子が過ごしているのはバウンサーかプレイジムですね。その近くにいて話しかけたりとかあやしていると機嫌はいいんですけれども、まあ、そこにこう寝かせたりしたまま、私が横で家事をしたりしているとですね、あんまり機嫌は良くないんですよね。もう構ってほしいっていう気持ちが出てきてるんだと思います。今みたいにこうやって近くにいて抱っこしてるとこれまた機嫌はいいんですけれども、横にね寝かせちゃうともううーんってなっちゃうね。そういったところがやっぱりだいぶ変わってきましたね。しっかりと意思が出てきている感じがします。人のねぬくもりとか声とかそういうものが好きなんだなと思いますね。鳴き声が大きくて、もう特に眠い時
眠る直前の泣き声は本当に大きいのでびっくりしてしまいます。お兄ちゃんはとっても穏やかな感じの泣き方だったから違いますね、兄弟でもね。私は虎年の女の子だから強いかもしれないね。虎年の B 型です。36年に1回の五王の虎っていうその年で、私を担当してくれているメイクさんが36歳で、マネージャーも36歳なんですけれども、どうもその五王の虎の年は特に個性が強い人が揃っているそうなんですね。だからこの子も心配だし楽しみだしっていう感じですね。寝返りなんですがまだしません。4ヶ月の終わりぐらいの時にプレイマットの上で遊んでいるとぐーっと体を反らせてエビ反りのような感じで反らせていたので、あ、これはもう近いなと思ってたんですね。でそこからもうねくるんと行くだけなので、まあもうすぐできるなって、5ヶ月ぐらいの間にはできるかなと思ってたんですけれども、結局しなかったですね。今もだから同じようにぐっと反るんですけれども、そこからやり方がわからないというか、体の動かし方がねまだわからないみたいなので、たまにこうコロンと一緒に手伝ってあげて、こんな感じなんだよってやっています。1日のルーティンで言いますと、朝起きるのが大体私が起きるのが7時過ぎぐらいなので、そこで一緒に、まあ、この子は寝ていても一緒にリビングに連れてきます。おむつがねパンパンなのですぐにおむつを替えて、で全身保湿をしてお着替えです。早くおむつを替えないと起きてうんちをしちゃったらね、もう完全におむつから漏れてしまいますので、はーい大きい声出たね。まずは、私は寝ぼけていますけれども全部、着替えとか保湿をします。お休みの日はそこから朝10時ぐらいまでは機嫌よく過ごしてますね。そのぐらいからちょっとこう眠たくなってきて、眠くなってくるとグズグズでね、もう一人で遊んでいられなくなって泣き出しますので、こういった感じのね向かい合って抱っこ、これでよく寝ますね。だんだん体をペターっとくっつけて、顔をこう胸にこすりつけてくるので、あ、眠いんだなと思ってずっとこうやってトントンして、で部屋を歩いたりとかしていると寝ます。一旦ハイローチェアに寝かせるんですけれども、そこで、失敗と成功の確率は半々ぐらいですね。失敗しちゃうともう一回やり直しです。もう一回抱っこし直して、成功するとそこから1時間ぐらいとか寝るかな、もうちょっと寝る時もあるかな。そういった感じで午前中1回で午後にもう1回ぐらい寝ますね。そこからは、ずっと結構頑張って起きてくれていて、私たちの夕食の7時ぐらいとかは前まではすごくその時間ぐずってたんですけれども、なぜか、バウンサーで横で一緒に見てくれていて楽しそうに、しています。もしかしたら本当に食べているところを見るのが面白いのかもしれないんですよね。でいつも8時過ぎぐらいに寝るので、本当だったらその眠い時間帯なのに結構ね楽しく過ごしてくれています。おとなしいよねあの時間ね。8時過ぎてくるぐらいに今度お兄ちゃんが8時半ぐらいにいつもお風呂に入るので、でその前に、寝かしつけをします。この子の沐浴はお休みの日だったら夕方ぐらいにしてしまっています。8時過ぎてからかな、一緒に寝室に行って授乳をしながら眠りにつくという感じです。で今寝る時の服装は半袖のボディースーツ、その上に長袖の綿のロンパース、スワドルアップを着せて、部屋の温度が20度ぐらいあればそれだけです。20度下回ってるような感じで、大人もね寒いなっていう感じだったらスリーパーを着せるんですが、あんまり暑すぎるのが良くないって、小児科の先生にも言われましたので、体の半分だけポチポチっとボタンを止めて、お腹から下だけそのスリーパーに入るようにしています。そこはちょっとね臨機応変に、変えている感じですね。手の力も足の力も強くなってきているので、抱っこしててもよくね胸をトントントンって叩かれたりしますね。そういった力強さも嬉しいです。次は離乳食の準備に関してお話ししたいなと思いますので、ぜひ次の動画も楽しみにしていてください。皆さんからのリクエストもいただいていますので、その動画も撮っていきたいと思います。いつも見てくださってありがとうございます。それではまた、さようなら。
さよなら。